阿蘇山ロープウェイ乗り場、阿蘇山聖駅阿蘇山ロープウェイのゴンドラすれ違う、ゴンドラ左が阿蘇山聖駅行きの下りで、右が山頂駅行きの上り。阿蘇山ロープウェイは、九州山交通リズムが熊本県阿蘇市の阿蘇山の花公園で運営していたロープウェイ。阿蘇山聖駅の2階には、阿蘇の四季の風景や噴火を疑似体験できる屋内、プロジェクションマッピング、阿蘇スーパーリングがあった。 世界初の活火山で運営されていたロープウェイ。阿蘇山中竹の西側から河口の縁までを登る。公式サイトによると、高低差108メートルを所要時間4分で結ぶという。ゴンドラは通常は15から20分間隔で運行。山上へは阿蘇山公園道路とこのロープウェイを使う2つの方法がある。阿蘇山の噴火警戒レベルが1の間のみ運行され、 に以上になると運休になる。その際は、阿蘇山公園道路も通行禁止となる。ゴンドラは、JR 九州九州新幹線、つばめなどをデザインした、水戸岡エ二ジのデザインによって、2009年9月17日にリニューアルされた。噴火活動による長期化休業から廃止へ、編集近年の度重なる噴火活動による運休が相次ぎ、 その最中で2016年4月に、熊本地震、同年10月の大規模噴火によって、駅舎やゴンドラなどに被害が生じ、当面の運行再開は困難な状況となっている。2018年2月28日入山規制解除を受け、同日から2020年10月までロープウェイ大行バスとして、阿蘇山、ループシャトルが運行されていた。その後,後、口日の通り、 運行再開を中止することになったため、2020年11月1日からは、大体として、阿蘇山加工シャトルが、阿蘇山西駅、加工館を運行している。2018年10月12日、運行の再開を断念し、駅舎とロープの支柱を解体、撤去することを明らかにした。近く工事に入り、2019年春までに終える、計画であった。 2019年5月22日、2020年度中の再開を目指して、設備の再建工事を行うことを明らかにした。29日、再建に着手する施設概要が明らかされ、駅舎の屋根を強化し、山頂側駅舎の地下に避難待機所を設置するなどの防災機能を高め、ゴンドラはこれまでの一行運行から二両連結運行へと変更する計画。 旧設備の解体工事が終了し、30日に地震祭が行われた。しかし、火山活動の長期化による本格作業に入れない状態が続いており見通しが立たず、仮に工事できて復旧した後に同様の事態が起きる、安全性リスク及び地盤の問題による広報見直しで予算増大、期間延長することが見込まれることによる経営的影響を考慮した結果、 2019年12月24日に建設中止とともにバス輸送を中心とした代替サービスについて検討することを発表した。阿蘇山西駅の2階でエンターテインメント施設を運営。4面のマルチスクリーンとジオラマスクリーンを使用した屋内調節プロジェクションマッピング。内容は阿蘇の祭りや風景を通して四季を体感。 アソカルデラができた家庭やアソ中学の加工を疑似体験できた。ありがとうございます。